三菱グループエネオスホールディングス JX 金属 JX 金属株式会社は銅を中心とする非鉄金属製品の製造、販売などを手掛けるエネオスホールディングスの中核事業会社である。略称は NMM。2010年7月、すでに中間持ち株会社の状態にあった新日光ホールディングスが飛行金属を吸収合併して 事業会社に転換し、JX 飛行、日赤金属となった。2016年1月、現象号に変更した。ジャパンエナジーとともに、日立製作所や日産自動車をはじめとする、日産コンセルンの源流であった。日立銅山に橋を発する銅グループにとって、創立以来の中核事業であった、非鉄金属事業部門を継承している。日立金属安木工場に次ぐ、 合金設計の歴史を持っている。事業は資源開発、金属製錬、電材加工、環境リサイクルの4つに大別される。資源開発では鉱山権益の拡大など非鉄金属資源の開発を手掛ける。金属製錬では子会社のパンパシフィックカッパー株式会社が p p c 佐賀の石精錬所で銅精錬などを行っている。またパンパシフィックカッパーは 非鉄金属の販売も行う。電材加工では、電子機器に使用される銅箔や、化合物半導体などの製造、精密圧延などの精密加工を手掛ける。環境リサイクルでは、リサイクル原料や、産業廃棄物からの有価金属の回収を行っている。旧本社 PPC 佐賀の関精錬所級、飛行金属のグループ会社はそのまま、 JX 金属のグループ会社となるとともに、エネオスグループの一員になる。また、一部のグループ企業は、称号変更も行われている。エネオスグループも参照のこと。関連事業同事業関連環境リサイクル事業。関連電材加工関連。ありがとうございます。